巨春巨春は、李氏朝鮮時代の医者。東伊方館官の著者として知られる。本願は日川、字は正元、号は亀井は。父、許しと母、霊光金氏の間に諸子として生まれた。出生地は、諸説あって定かではない。父と祖父の元とは、共に武官であった。戦争の時、以下を受験して、内院に入り、王室の病気治療で功を立てた。 1592年、人心和乱が勃発すると、後彙として、義州に至る逃避業に追従し、1604年、中金帝介子清志更新党等の論考を受け、1606年には、陽平君に封じられた。1608年、戦争の死の責任を取り、流刑に処されたが、翌年には公開君によって呼び戻された。1610年には、朝鮮第一の遺書として、 名高い、東方館を完成させている。著書には他に、壁液新型、新三壁音型、限界救急型、限界闘争収容、限界原産収容、脈分け修正、三塚太郎脈分け修正などがある。巨春の墓地は、軽軌道波修室当面が裏里の臨進行を超えた、軍事境界線に近い非武装中立地帯内にあり、 民間人の立ち入りが厳しく規制されている。1991年、アメリカ在住の古文研学者、リリオノラが軍部の協力のもと発見した。1992年6月5日、軽機動記念物第128号に指定された。1976年、リオン星が巨春の生涯を題材としてシナリオを書いた MBC の連続ドラマ、周年。 それを元にした、リオン星による1990年の小説、小説東方館、さらに、リオン星没後の1999年に、それをドラマ化した、補充宮廷遺憾への道が存在する。2013年3月より、1999年放送のドラマをリメイクした、補充伝説の心意の放送が開始された。ありがとうございます。